清水寺は有名な観光地だと思います。お寺を観光地と呼んでいいのかという部分はありますが、観光地と呼ぶのはちょっと不遜な気がします。名所と呼ぶべきでしょうね。清水寺は音羽山の中腹にありますので、参拝には坂を登ることになります。京都駅から清水寺をバスで目指し、五条坂でバスを降りました。上りは茶碗坂を上りました。眼前には大きな門が見えました。仁王門というそうです。この門が立派なのはわかりますが、ちょっと違和感も覚えました。それは朱色の色です。私の頭の中では、赤は稲荷神社の色というイメージが出来上がっていたのです。あれ、ここはお寺だよね、と思いました。お寺に赤ってあったかな？お寺に派手な色使いはないという考え方にとらわれていました。ちょうど階段では修学旅行の一群が記念写真に収まるところでした。感染症対策で階段は2段開けて、シャッターを切る前に、はーい、ま、ではマスクを外して、なんて声がかかっていました。長い人生でただ1回の今日のことが、コロナ肺炎でこういう状況になってしまっている。例年とは違う光景でしょうが、学生さんたちはプラスに転じて、これをいい思い出として将来も楽しんでくれればいいなぁと思いました。清水寺といえば舞台ですが、順路をたどると清水寺が位置する音羽山が眼前に開けます。桜の花あり、葉っぱも薄緑色から濃い緑まで、山肌がいろいろな木々に覆われています。その舞台は新しく改修されたらしく、まだ真新しい色をしています。実はここが舞台であることも知りませんでした。ここは実際に舞台で、観音様に芸能を奉納するための場所だそうです。ここにはヒノキ板が貼られており、この舞台に立つことは文字通りヒノキ舞台に立つということなのです。清水寺の中にある音羽の滝は改修工事中でした。やはりこの景色は圧倒的でした。清水寺の舞台の手前には石垣が組まれています。逆に言えば私たちがイメージする清水寺のあの光景は舞台を下から見上げているだけに過ぎないということです。清水寺にもその他にも多くの建物が重要文化財に指定されています。この石垣の石の形や積み方にも特徴が現れていました。自分は石垣に特に興味があるわけでもありませんが、見ているとバリエーションに富んでいることはわかります。石垣マニアは多分心をくすぐられるのではないでしょうか。池は桜の花びらで埋め尽くされており、非常に綺麗でした。最後に清水寺を一周ぐるっと回って、歩き始めた仁王門が再び見えてきます。多くの人を引きつける清水寺、ご参拝をお勧めします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。